ははい皆さんこんこにちは村長です今日は音楽を仕事にするということでスキルとともに重要なことそんなお話をしていこうと思っていますその重要なことというのは今画面にも出てますように発信力というのがとても重要になります音楽を仕事にしたいなちょっとお小遣いになればいいのになそんな方は たくさんおられると思うんですけれどもでもこの発信力というのを忘れているというような方が案外いますこれとっても重要なことなので今日はお話をしたいと思いますみんな好きな音楽を仕事にできたらと思う方はたくさんいてるわけですけれども それには3つの能力が必要だと考えます一つは音楽の能力を上げるということです音楽の能力というのは色々ありますよねもちろん作曲の能力とか歌ものであれば歌詞を作るのも一つの能力になると思うんですねそしてその音楽ができているんだけれども案外サウンドが良くない という方もたくさんおられます楽曲はとってもうまく作ってあるのに音が悪いそういう方もおられるわけですね。そして今日お話をする一番重要な3つ目発信力を伸ばすということが大事なんだけれどもこの発信力のことを忘れてですね音楽の能力ばかり上げようとしてですねそしていざ これから頑張ってフリーランスとして、もしくは副業としてやってみようと思ってもですね、なかなか成果が出ない。まあ、そこに行き着くまでには、皆さんも YouTube なんかに動画を上げたりして、発信はやってみるんだけれども、なかなか人に聞いてもらうというのは大変ですよね。ほとんどの人がそこは成功していない。 本当に一部分のの人だけしかうまくいいいっていないのが現状です今日はその中で音楽の技術のことはもう上手にならないといけないこと自身が分かっていますのでこの発信力についてお話をするんですがいくらいい音楽ができても発信力がなければいけない発信力というのは言い換えれば営業力。 pr 力というような言葉にも変えれると思うんですけれども絵に描いた餅というのをもう少しうまく言うとですねこうう言えば重要さがわかると思うんですねざっくり絵に描いた餅なんて言われるとどうすればいいんだと思うんですけれども例えばおいしい団子を作る団子屋さんがあったとします。 でも、団子はめちゃめちゃ美味しいんだけれども、ビニール袋に入れて販売するというようなことなんてできないですよね。やはり有名になっている和菓子屋さんなら、入れてある箱がこだわっていたりとか、紙袋がとってもおしゃれだったりとか、やはり包装するというのも大事だと思うんですよね。それも含めて商品だということは、 言われてみればわかるんですけれども音楽におけるその放送紙やパッケージそういう最後のフィニッシュのところを忘れているから楽曲を良くすることだけに集中してしまって最後の袋詰めのことを忘れているそんな方がたくさんおられるということです。そういえば「ああそらそうだよね」と。 箱にも入れないで売るなんてことはできないよねと思うんですけれどもその部分を考えずに曲を作ることばかりに専念してしまっているこれがうまくいかないミュージシャンの一つのつ課題だと思っています。今まではそういう難しいことや営業力 PR 力がなくても例えばオーディオストックであったりとか そそういうういいいとところにに出してれれれば、それなりに売れたという時代もあるわけで,す、ね、でも昨今 AI が出てきて BGM なんていうのも細かい目的や品質を言わなければもう AI が自動で作ってしまうとそしてその AI が作った音楽が BGM には使えないような粗悪なものか というと、そううそでではなくなくってきたわけですね。今世の中に BGM にできる音楽なんて腐り替えるほどいっぱいあるわけですね今ある中で選ぶつもりであれば別に新しい音楽が本当にいるでしょうか必要であってほしいというのは提供側の願望であってそれを使おうとしている人はそこまで オリジナル性を求めるということは、稀な時代に変わってきたということを認識しないといけないと思います。ですから、どのストックサービスもうまくいっている人といっていない人、これにも差が出てきています。それは単純な楽曲のクオリティ、そういうものだけじゃないような世界になってきています。仕事 というものには必ず相手がありますお金のことをどれだけ求めているかということはちょっと別にしましても仕事イコールお金が発生するとなった時には誰からお金をもらうのという時に相手というのが必要ですその相手が自分に仕事を頼んでくれるもしくは必要とされるということは あなたのことを知ってくれている人が仕事の相談をしてくれたりするわけですから知っっててももらららうここととがとっても重要ななわけででですすすかかスタートはそこからなんです楽曲のクオリティが上手になったからスタートするというのではなくってどれだけ自分が皆さんに認知されているか。 それが重要なことをもう一度考え直す必要があります。音楽の能力がついてからスタートしようと思って、よし、頑張るぞと思ってやりかけて、そして失敗するという方が意外に多いことを、もう少し理解しないといけないと思います。音楽の中には、ライブとかそういうところで、 活躍するという方法も今まではありましたがやはりコロナの時代になってからはそこも難しくなりつつありましたしいくら今アフターコロナと言われるようになって音楽のライブ活動なんかもどんどん始まっていますでもその方法でお金を稼ぐというのは自分の著名度がさらにたくさんいるということになって なかなか簡単にはライブ活動で成果を出すということは難しいです音楽の中で一番稼ぎやすいというのは講師をしたりボーカルのレクチャーをしたりそういうような仕事が一番硬くそして堅実につながるということがありますでもそれも能力があったから依頼がある 教え方が上手だから相談があるというそういうわけではなくてこの人はどれだけ知名度があるかとかいつも YouTube で話しているあの人だなということで実際相談をしてからその人のスキルがわかるというのではなくってそれまでに予備知識としてその人の能力とか 話し方のうまさとか親切そうだなとかこの人となら相性が合いそうだなと思う安心感が必要になると思うんですね。それには YouTube のような自分を PR する場で認知度を上げるいわゆる画面下に書いてありますようにブランディングができてからスタートをしないと 全く見込みがないのに事業を始めているのと同じようなことでそういう面で僕は YouTube がとっても大事になるんではないかなそんな風に考えて僕自身も YouTube に力を入れているわけです YouTube をしたから毎日やったから何千人かの人が見てくれたからといってそのぐらいの量では収益化するというのは 本当ににお小遣い程度にしかなりません。なかなか10万円20万円も毎月毎月稼ぐというのは僕のような音楽に関わる解説をしているぐらいではそう簡単ではないということですそういう面で YouTube は僕は実験場だと思うんですね音楽をビジネスもしくは副業にしていくための実験場で この実験場がうまくいかない。みんなに知ってもらえない。伸びない。ということでは、音楽を仕事にするということでの成功は難しい。そんな風に僕は思っています。やはり、YouTube 一つとっても、YouTube で成功しました。もしくは、インスタでたくさんの人が見てくれます。TikTok がうまくいきます。うまくいく人は、 どこのプラットフォームに行ってもうまくいくんですいわゆるファンを捕まえる能力というのがいかに重要かというのが問われるような時代になってきたと言えます昔のようにライブハウスに出て行ってだん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 地域で有名になってそしていつか東京に出て行ったらデビューが待っていたというような そんな美味しい話はもう簡単には起こりませんだから YouTube というのは一つのテストパターンですもう今や音楽事務所に登録をしたからといってその人をどん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 プロモーションしてくれるような予算が音楽事務所にはもうありませんよく言われるようにセルフプロモーションこれがしっかりできないと 音楽での成功というのは簡単ではないということです。今日は音楽でうまくいったらいいなというような期待を持っていろいろ考えている方うまくいかないというわけではありません。僕もこうやって音楽で専業しているわけですが別に YouTube の収益で食べれるほどこの YouTube の収益にはならないです。 ですから僕の場合であったら音楽イベントの相談が年にいくつかあったりとか何十万円かの CD 制作をする今や CD 制作もなかなか成功するほどの量が売れるということはないんですけれども CD を作ってみたいという方もたくさんおられますしそういうような音楽の仕事がいくつかあって そしてまたレッスンの依頼などがあって複合的にうまくいっているわけですそれには皆さんも僕のことって多分 YouTube で知っているだけでですね個人的に僕のような奈良のどいなかの音楽家というのは皆さんと接点が全くありません YouTube だけが皆さんとのつながり とと言言っても過言ではないと思い思ます皆さんも音楽で何か発信をしていくという時にはまずは自分はどれぐらい知名度を上げれているかここに着目をして「スキル」ということとは共存しないといけないそれを肝に銘じながら音楽の活動を頑張っていただけたらと思っています。今日は そんなお話をさせていただきました。村長スタジオでした。